だってなんだってアイデア浮かばない時浮かばないので、大殺隊とかいうのも調子悪い時あるよって言ってくれてるようなもんなんで。ユウのこれからこれからシーズン2。はい、ユウのこれからこれからシーズン2、今回も視聴者の皆さんからいただいたお悩みに答えていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、読みます。やりたいことをやるエネルギーがどこかに行ってしまいました。20代の時は仕事にとても意欲的でアイデアをたくさん持って頑張ってきたけど、会社の方針でできないことが多くて、やりたいことをやれずにもどかしい思いをたくさんしてきました。最近は会社が変わりつつあり、新しいことを歓迎する風潮ではあるのですが、これまでずっと心を折られてきたため、いざやりたいことをやりなさいって言われても、もう何にもやりたい気になりません。定年までぼーっとしててもいいのでしょうか。東京都37歳クリエイティブ職の会社員の方です。はあ、またちょっとね、年齢の方が、そうですね、ね、40前みたいなところで一回そういう時があるかもしれませんし、コロナだったりして、なんか皆さんそういう気分の方は多いんじゃないかなと思いますね。だから私が解決できることでもないんですけど、解決っていうか、なんかそういう風に一回なるもんだと思うと、まあ楽にはなると思うんですけど、やっぱり10年に1回ぐらいは、なんか暦とかも全部10年じゃないですか、10年12年、そりゃなんかこういうのがあるのでというふうに私は思うんですけど、だから大殺隊とかいうのも暦の上で12年に 2,3 年調子悪い時あるよって言ってくれてるようなもんなんで、諦められるというか、でコロナとかがあって会社にいらっしゃったりすると、そんな時もありますので、なんかダラダラサボっていいんじゃないですか。それこそイテオンクラスとかね、見ていただいて本当にね、韓国ドラマに救われる部分って別に話が面白いだけじゃないってことを、もう本当にね、ね、そうなの。なんかさ、今まで日本のドラマ見ててもさ、そんな風に思わなかった。あ、このドラマは面白い、あの子かわいい、なんか、あ、なんかぐらいだったじゃないですか、それがなんか異文化ってすげえなって思うんですけど、いろんなとこに食文化であったりね、だからぜひ韓国ドラマおすすめしますもしお時間があるようだって。本当にね、これね、あのまた言ってるよみたいな感じに当初聞こえてるんですよね。でもなんか触れるとはっっておのおのなっちゃうので、本当にご趣味の一つに有意義だと思うんですよね。しかも配信されてて、あの見れるっていうところが、逆にそういう体がちょっとなんかあんまりポジティブじゃないなみたいな時に無理やり運動とかするともう怪我とかするんで、それはなんかこう天からメッセージだと思って、今はちょっとサボりながらゆっくりされていい時なのではないかと思いますけどね。私とか本当に笑うんですけど、30、40前、骨折、もうその時は本当にあの事務所や周りが呆れるほどクソみたいに遊びに出したんですけどいい加減にせよと私は神から言われた気がしましたし、足怪我する時って大体もうそれ以上行くなみたいな時だったりするってね、まあ後付けですけど、確かにそうと思いましたし、なんかだから気分が乗らない時にこんなんじゃいけないって言って無理やりなんかするよりは、お給料変な話いただけるのであれば、アイディアが、だって作家だってなんだってアイディア浮かばない時浮かばないので、そういう時こそなんか別の
ダラダラできることだったり休んでるのもいいと思いますよ。ゆうさんはこう心折られた経験ってありますか？なんかこういろいろやりたいことを提案したのにちょっとそれ今違うわみたいなこと言われてしまったとか。それはもうあのなぜそういうことがないかというと提案をしないんですね私は。してんのかな分かんないんですけど、うん、まあありがたいことにこう日々あるのでやらなければいけないことが、はい、うん、だからあんまりそういうことはないんですけども、うん、オリンピック選手だって4年の間にいろんなカリキュラムでここに合わせて、我々は合わせるところが別にないので疲れたら休む、うん、浮かんだらそれを形にするっていうのを繰り返しなので、多分そんな時期だと緩く考えていただきたいですね。きっとこうまた変わってきたりすると思います。はい、でもちょっとね涼しくなんないと行かれてるよね。